セールザ・クルセイダーズは松枝・クランドによる小説。差し絵担当はブラックポイント。1988年に角川スニーカー文庫より全4巻で出版された。また、2019年よりセイエルザ・アニバーサリー記念日グレードアップバージョンが30年後の現在を描く続編として執筆された。もともとはゲーム情報誌。 コンプティーク1987年4月号から1988年12月号に連載されていた作品で毎回物語の中で読者に向かって推理クイズを出し次の回にその回答を載せるという構成となっている基本は主人公たち女子高生が活躍する学園もので各パートごとに主要5人の独白カメライからの視点で描かれる形式になっており ミステリーの要素も強い作品。また、カセットブックや CD ドラマなどのメディア展開もされた。山中里師匠は、ライトノベルにとって黎明期とも言える1980年代後半に、あって、上坂はじめ、スレイヤーズにも被験する特徴的な作品であったと、作品と関連する事象の先駆性を評価する。テロにより、両親を失った、帰国子女、四季、倉美穂は、 両親の残した手紙による遺言通り、日本最古のミッション系学園の一つ、セールザ学園の高等部に進学する。そこは、美穂の母の母校。そして彼女の両親が生前は受験、入学を反対しながらも、遺書の中で私たちに何かがあった時には、あなたを温かく迎えてくれる人たちがいると名指しした約束の場所だった。しかし、そこで美穂は、同級生。 滝沢玲子の行方不明事件というトラブルに巻き込まれてしまう。その中で美穂は母が生前にお守りとして渡してくれた家電の五角形のペンダントと同じものを持つ生徒たちに出会った。そのメンバーは姫子都前学園長の孫娘、白雪和子。お島前ことく支部首相、乙島恵里。竹林ことチアリーダー同好会のおしゃべり娘。 おぐりまなみの三人だった。美穂は彼女たちから現在この学園の置かれている危機的状況を聞かされる。それは何者かが学園の利権を散脱し私物化しようとしているという恐ろしい企みだった。そしてペンダントを持つ者たちはそれに抗ってセールザ学園の政党を守るべく戦う使命を持つのだと。そして美穂はペンダントの所持者こそ 自分を迎えてくれる人たちなのだと知る。滝沢玲子もその一人だった。滝沢を探す美穂たちだったが、そんな彼女たちに軽薄な男が近づく。自らをうなずき強平と名乗る。彼はいかにも怪しく立ち振る舞う。しかし、美穂がピンチに陥った時に助けてくれたのは彼だった。そして彼は滝沢の持つペンダントは、実は、 彼のもので、滝沢が彼から盗み取ったのだと打ち明ける。うなずきこそ、本当の仲間だった。滝沢は、ある理由から、激しくせいエルザとその理事職にある、白雪家を憎んでいた。そして、その復讐のためにペンダントを欲し,し、姫たちに近づいた。それは、他ならぬ、学園子祖たちによって、学園内部に隠された、エルザの財宝を、自らのものとするためでもあった。 一方、学園の私物化を狙う、大いなる敵、弱の狙いは、エルザの財宝も、さることながら、聖エルザ学園そのもの。進む学校としても知られる聖エルザ学園の学生を、自らに服従する、洋学校教育を通して洗脳し、社会に出て、立場や力を得た際に斧が手足となるように仕向ける。それが、敵の聖エルザを欲する理由であった。その正体こそ、 姉が孔次聖四郎。代々、セエルザとその財宝を欲し、先代にて、ついに学園理事の末席に名を連ねながらもそれを、果たせぬ姉が孔次家の末裔だった。そして、ついに学園の派遣をめぐる争いは動き出し、激化する。他ならぬ学園の思祖、ケエルザと、そのケチ脈。すべての謎をはらんで膨れ上がる事態に対し、美穂たちは、セエルザクルセーダーズとして、 学園生徒たちの自由と博愛のため、学園の未来を取り戻すために戦うのである。キャストはカセットブックのもの。声優名のないキャラクターは最初から未設定もしくは不明のものとする。空手部部員の名前はヤクルトスワーローズ初優勝時の主力選手から付けられている。なお、四巻は主人公美穂が入学する前年のエピソードを書き下ろした序章編で、 話の流れとしては4123の順になる。角川書店より、角川カセットブックレーベルで発刊された。美穂の GW 日記エリちゃんの大脱走美目の、スイートメモリーチクリンウォーズ純情編キャストは、登場人物の項を参照。アクト1メロディバルーン、アクト2涙は、心のビタミンラピス外リブルーアクト3水の中の、小さな太陽アクト4シューティングスターへ、 ザークとファイナルオプション1聖エルザ学園効果エルザの乙女オプションにメッセージありがとうございます